じゃあこんにちは。さあ、ゆらみさん、はい、なんか今影みたいになってますね。いや、俺は新調したの知ってる、これ。いや、知らなくて。知らない。もう新しいやつ。デザインが変わったんですか。いや、変わらない。新しいやつ。あれはずっと1個をずっと着回ししてるんですか。1個じゃねえよ、2つを着回してたんだよ。で、3つ目3代目だよ。3代目ジェイソン・ブラザーズ。ジェイソンじゃない、ジェイソール・ブラザーズ。ジェイソール・ジェイソンはね、それ13人、まあ、言えないことたくさんあるから、俺はね。キャリー・ピャミョン、キャリー・ピャミョンとかね、ジェイソン・ブラザーズとか ね、はい、はい、ありますけれども、はいはい、さあ、今日は、はい、今度セ・リーグです。か、行きましょう、セ・リーグの順位。ああ、はい、はい、行きましょう。もう行くの、いきなり。え、なんか話します。いや、だから、開幕がずれた。はい、ね、通常の開幕であれば、はい、こうなってただろうという。まずはそっちからいきますね。そっちからね、はい、はい、通常の開幕143試合戦うのであればこちら、はい、はい、1位 DeNA、 はい、ね、2位巨人、うん、中日、はい、阪神、広島、ヤクルト、はい、出ましたけれども、まずはい、1位 DeNA です。理由、はい。まあ理由があるよな、当然。まあそうですね、やっぱピッチャーが揃ってるということ、オースティンが入って打線に厚みができたということ、うん、まあ筒香が抜けたというのは理由、はい、オースティンが埋める、まああとはチームの輪、はい、でね、同世代がね集まってるんだよね。同世代で結構同じ年のやつらが、はい、98年 DeNA が優勝した時に、はい、ほぼ同じような年代だったんだよ。あ、そうなんですか。それで輪を作ったんだ。DeNA ってやっぱそういうチーム、なんかそういうチームだよね。俺らの時はおっさん、俺らさ、若いやつ、あ、バラバラ、バラバラやないかと、このおっさんと野球やるんかなって思ってたような人もおったんだ。じゃあ同年代が集まった方が DeNA は力を出しやすいんですね。まあそれと筒香効果、うん、まあ例えば抜けて筒香が抜けたから弱くなったとか、はい、そういうのは絶対避けたいと思うんだよね、うん、でやっぱりピッチャーがいいよ。そこそこの経験を持ってる選手がいっぱい出てる、はい、いっぱい抱えてる、うん、まあ、確かに経験っていうのは、経験値っていうのは、はい、あればあるほどいいんだけど、はい、でもね、ラミレス監督ってある程度経験をさしてるんだよね。ちょこ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 使って5勝したとかさ、今年4勝したとか、でもそういうのが結集される年かなっていうふうに思ってるわけ。あ、じゃあ、まあ、まあ集大成というか、ようやくこう、そうだね、っていうことですよね、うん、だから、うん、まあそういうことを考えると、まあいいチームになってきたよね、 DeNA は、はい、で2位が巨人。巨人、これはこれはメルセデスが遅れたということ、投手陣がやっぱ若干弱いということ、うん、吉川がさほどなんか良くないのかなっていう、一番構想にあるでしょ、はい、まあ怪我の後遺症かなんか分かんないけど、うん、なんか本来の彼の持ってるポテンシャルが出てない。やっぱ一番ってすごく大きいんだよね、うん、やっぱ坂本丸にの前に一人でもランナーがいると大量点というのを考えなきゃいけないんだけど、はい、やっぱそういうことは去年加盟が埋めてったよね。また加盟なのかっていう、あ、だからまあそこら辺の不安定さが、加盟が入るんだったらもう別にいいんだけど、はい、やっぱり吉川を使いたいでしょ、はい、まあ、そこら辺でちょっとどうなのかなって思うね。そこがまだ不安定要素かなっていうところですかね、うん。で3位が中日。中日、はい、で中日は昨年も上り調子だったよね、はい、でやっとなんかこうチームになってきた、うん、でレギュラーももう固定されてる、はい、一番固定されてるんじゃないかっていうぐらいに中日は固定に入ってきてる、うん、そうなってくると弱いはずがないんだよね、うん、あとは梅津とか、はい、小笠原だとか、うん、そういう若手のピッチャーがどれだけ投げれるか、はい、もうそこにかかってると思う、うん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 、で4位が阪神。いや確かにピッチャーはいい、はい、うん、認める、うん、だけどやオープン戦とかも見てると、まあ、昨年の課題であった守備っていうことがまだ克服されてないんだよね、はい、で見えないエラーもこう数えるとさ、カウントするともう100以上なんだよね、エラーの数が、はい、やっぱりいくらねいいピッチャーを持ってても水の漏れる。まあ、それとやっぱりこう糸井、福留にまだ頼らなきゃいけない。でも100試合以上はちょっと難しいでしょ、2人年齢的にも見てね。そうですね、うん、だからそこら辺で変わった選手がどれだけ活躍するかなんだけど、はい、ちょっとやっぱりエラーの数を減らさない限り上にはいけない、 A クラスにはいけない。うん、
あの広島がさ一時期いいって言われてて、やっぱりエラーが多かったんだよね。で勝てなかった。でも菊池と田中が二遊間を組んでセンターラインができてきて、相澤がいてっていう風になってきて強くなってきたじゃない。だから二遊間のセンターラインの不安定さがまだ阪神は補えてない。ああ、そこが補わない限りはここにはいけない。いけない。いけない。っていうことなんですね。うん、で5位が広島です。広島。広島はね、やっぱピッチャーがどうなのかなという。うん、で森下っていうのは絶賛されてるけど、はい、俺は最初壁に当たると思うよ。上茶谷みたいに、はい、だから10勝計算してるとそこまでいくかなって俺は思う。これはね、投げ方の問題がある、はい、で、あのバッターはおそらく森下のボールは見えやすいと思う。球離れが早い。そうなんですね、うん、だから球速以上に本当は感じてないというバッターは、うん、ああ。で森下も一人 の, あの計算のピッチャーだというふうに考えてると思うんだけど、はい、そこら辺の俺は計算が外れるような気がするんだけどね。でも将来的にはやっぱり15勝とかできる素材のピッチャーだよ、うん、でも今年はなんか壁に当たりそうな気がする。だその壁を自分でどう克服して修正していくか、うん、いや修正能力が高ければ早くいけると思う。もうシーズン中どこかでってことですよね、うん、いけると思うけど、うん、はい、俺は最初壁に当たるような気がしてならないんだよ。で6位がヤクルト。ヤクルト、はい、ヤクルトはやっぱピッチャーがね、そうですね、やっぱ厳しいよ、うん、言っても厳しい、うん、野手はいいけどね、はい、ただバレンティンが抜けた穴をどうするのかという。でバレンティンがあの山田の後ろを打ってたでしょ、はい、そしたら山田と勝負していくよね、うん、これが山田マンマークになってくるよね、相手のバッテリーが、はい、そうなってきて山田の本来の力が出せるかどうか。そうです、ね、まあ、見どころの一つだけどね、楽しみの一つだけど、はい、まあ、そこら辺克服してほしいなと思うけど、やっぱ厳しいと思うよ。これが結局、はい、フルシーズンということね、はい、でも、うん、短期決戦、はい、そうです、になってくるとやっぱ若干変わってくるだろう。お、楽しみということで、お、じゃん、そんなに変わらないんだよ、ね、そんなに変わらないんだけど、やっぱ DNA は変わらずやっぱりいいと、うん、DNA はいい。で巨人も同じく2位、まあ、いい。ここですね、うん、この3、4、5が入れ替わってます、うん、広島が3位に上がってますよ。そちら上がってる。なぜ、これはなぜかというと、笹岡監督になったでしょ、はい、尾形監督は短期決戦苦手だったんだよね。やっぱ何でもイケイケだった、うん、でも笹岡監督ピッチャーの監督でしょ、はい、俺おそらく細かい作業をやってくると思うんだよね、うん、と俺は想像してる。でキャンプとか見てると、うん、やっぱ攻撃のパターンだとか見てると、はい、送るところは送らせるとか、で短期決戦用の戦い方もしてくるんじゃないかっていう期待を込めて。それは、まあ、監督ということですね、うん、それと野手に柔軟性があるのと、はい、経験値が高いやつが多いということ。だから短期決戦になってくるとそこら辺はあの広島優位に働くという。で中日阪神がそれぞれ落ちてるってことですね、順位が。落ちてる。で中日は大型の結構チームなんだよ、はい、だからリズムに乗っていくのがちょっと遅いような気がするんだよね。届かない。ああ短期決戦だと、うん、で結構そのビシエドでも春先悪いとかさ、うん、スタートが悪いとかさ、はい、そういうことになってくるんじゃないかなって思う、ね、だ中日は徐々にこうエンジンがかかっていってのここだったんですね本来。ああ。だからエンジンがかかった時に終わるかなみたいなシーズンが、うん、あなので4位。そうそうそう。で阪神が5位。うん、阪神はやっぱこう緊張感の問題だね、はい、コロナ一番最初に出したでしょ。出ました。ここがね、はい、ここら辺がやっぱチームの体質の緊張感、ここはね攻められてもいいと思うんだよ、はい、うん、ね、で結果を見ればなんか合コンやってた、なんか、まあね、なんかこの時期にね、はい、だからそういうやっぱりチームの緊張感って出るよね。そういうところ。いやコロナはかかるのは仕方ないよ、はい、でもかかった経緯がさあまりにも緊張感がないじゃない、うんうん、だからそういう意味ではやっぱそれがチームの今の状態なのかなと思うと、やっぱ下げざるを得ない。そうなってしまいますよね、うん、まあ、厳しいこと言えばね、はい、うん、っていう
うふうな、まあ、ヤクルト言えよ。いやいや、いや聞いてくれよお前。ちょっとヤクルト変わってないから、うん、変わってないでもそうなんだ、まあ、ちょっとねどっちにしても短期決戦ってやっぱ投手力っていうのは大きいから、うん、はい。じゃあこれあのヤクルトは、まあ、短期決戦でも143試合でもちょっとやっぱ今年もまだ厳しいのかなっていう。まだピッチャーが育ちきってないよね。これちょっとじゃあ何年後かっていうことになるんですかね。あ、ピッチャーが育ったら、はい、あの野手あのいいですもんね。いい、はい、ただ山田がその間に FA で出ちゃったらもうまた野手も育てなきゃいけない。そうですよね。短期決戦、短期決戦はこちらになりました。で私も、はいはいはい、書いてきました今回。書いてきたの。はい、来ました。さっき一生懸命書いてた。書いてきたんじゃない。え、ダブル、あの前回のこのえパリーグの裏、いいね、裏があったので節約だね。そうですそうです、リサイクル。お前もう紙ぐらい切っとけよお前。いや違う、これ貼り付いちゃってね。貼り付いちゃってね。取れないんで、まあ一位中日。もう一位中日。なんで？もう青だから。青って言ったら DNA でしょ。両方じゃないですか。そう、なんでこれ一位二位がこれ。いやもう中日は単純に。あの落合森重さんの時から応援してたの であの時のもう一回黄金期の中日を私は見たいと。やっぱりあの黄金期あったじゃないですか。もう吉見投手いて、麻生投手いて、岩瀬投手、もう野手もバッチリ でまあ単純に中日ファンだってことですね。中日、まあ、好きですね。でやっぱりこう若手が一時期こういなかったのが今いい感じに伸びてきてるので、こう融合して中日そろそろ優勝してもいいんじゃないかなと思ってます。で、DeNA はユニフォームが青い。青きれいいいのかよ。いや、そういうことではないですけど、やっぱり去年もそうですけど、見てて強いなっていうのはあったので、この位置です。で、うん、3位が巨人。私は安倍さんが抜けて、じゃあそのすごくあった結束力とか、こうなんか厳しさとかは、今年の巨人どうなるんだろうなって、ちょっと思っていて、で、なかなかこう若手がこう伸び悩んでるというか、ついてきてないので、私は巨人3位になるんじゃないかなと思ってます。はい、で、ここが阪神と広島、まあ、どっちかな。これインチキだよお前。どっちかなみたいなんじゃないよ。じゃあ私広島にします。広島より。でも広島はだってやっぱり野手いいですし、やっぱり強い選手、優勝知ってる選手たちが、まあ、経験値は高いよね。はい、阪神よりも上なので、私は広島を4位にします。はい、で、阪神はまあ5位。なんで？広島か阪神かで迷ったんで、もう6位の役は。ちょっと決まっていたので、まあ、じゃあ順位的に消去法で阪神が5位かなっていう感じにしました。まあ、俺もいろんなところで予想を出してるけど、はい、通常の開幕のところは全く変わらないんだけど、はい、やっぱ短期決戦になるとね、やっぱそれぞれにやっぱ予想は変わるよね。で、短期決戦の、ね、戦い方を知ってるチームと知らないチームの差、ね、やっぱ経験値だとか、はい、ピッチャーの良さだとか、はい、そういうのがやっぱこう出てくるよね。で、あとおっしゃってたように、やっぱりその中日がエンジンのかかりが若干遅いっていうのも、うん、やっぱ短期決戦だと響いてくるのじゃないかなっていうような気がするよね。うん、ありますよね。通常長いスパンでやったら、はい、あそこはスタミナのある選手がたくさんいるし、はい、いいと思うんだけどね。ですよね。まあどうなるのか、はいはい、皆さんもぜひ順位予想してみてください。はい。